ね。そうですね。今日は本当に夏井さんありがとうございました。ありがとうございました。夏井さんから学ぶことがいっぱいあって、ジャンガラが300年以上の歴史があったりとか、あと名前の由来が私すごいいつもびっくりして、なんかジャンは想像ついたんだけど、ガラにもそういう数え方だったっていうのを初めて知ったので、もう本当にそういうのが勉強になったり、あとは団体の数もっと少ないと思ってたんですよ。なんか見る機会もあんまりないじゃないですか。少ないのかなと思ってたら100以上ある、10以上で1年に2個年に1つ、そうそう、年に1つくらいずつ増えてますね。ですよね。この先もだからもっと歴史をいわき市の方にもたくさん知ってもらって、なんかこのジャンガラを知っていただけたらいいなって改めて思いました。なので私たちもね、もっと勉強してジャンガラについて学んでいきたいと思います。皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。